玉です。速稼塾の久保です。今ね、私の大好きな安藤博チャンネル見てるんですけども、というかこれよりね、見ようかなと思ってるんですけども、チャット GPT の機能が埋め込まれてるのに気づいたんですよ。それがこのモニカってやつなんですけども、動画の概要作成ってあるでしょ？これがなんか出だしたんですよ。ちょっと試しにこれ押してみますね。押したらどうなるのかな？押したら、この動画の概要を、5行でまとめてますね。これだいたい50文字ぐらい、100文字ぐらいですか。動画見なくても動画の内容がわかりますよ。消費税廃止やインボイス制度について反対の声がある中、影響力のある人が発信し変化を期待する人たちも多い。この動きが続くことで、貧困化や少子化の問題にも取り組めるかもしれない。青汁王子の発言が注目を浴びており、彼の影響力が期待されている。で、ハイライトが自動的に作られてます。すごいですね。これはこんな機能ついてるんだ。もう完全にこれ動画見なくても、これ12分の動画ですけども、2、3分で動画を見なくても動画の概要を知ることができるっていうことですよね。すごいですね。モニカっていう機能が搭載されて、ついに動画を見なくても動画の内容がわかるみたいなね。そんな AI がなんか始まってしまいました。どうしよう。以上です。